US Airways の本部 US Airways はかつて存在したアメリカの航空会社。2015年にアメリカン航空と合併し消滅した。アリゾナ州天日に本拠を置いていて1997年までの社名は US Air だった。US Airways 便は監修でサボテンと呼ばれる。これは 乾燥地帯のアリゾナを拠点としてきたアメリカウエスト航空より引き継がれたコールサインであり、同様に ICAO3 レターコードもかつての USA ではなく同社由来の O を使用していた。USA の d c 9百9 3 9年に設立された EN All American Aviation に期限を持ち、1952年の アレゲニー航空への解消を経て、1979年に US Air に解消された。その後ピードモント航空、パシフィックサウスウエスト航空を買収、さらに1992年に運航停止したトランプシャトルの路線を引き継ぎ、US Air シャトルとして運航を始めた。アメリカン航空に統合される前の時点で、アメリカ合衆国内で4番目に、 大きな航空会社であった。保有機材360機を有し、北米、中央アメリカ、西インド諸島、並びにヨーロッパの241都市に就航していた。シャーロット・ダグラス国際空港とフィラデルフィア国際空港、フェニックス・スカイ・ハーバー国際空港をハブ空港として利用していた。機内紙は US Airways m a g があった。2005年、 アメリカウエスト航空との合併を発表。2002年と2004年の2度にわたり連邦倒産法第11章の適用を受けるほど経営が低迷していた US エアウェイズをアメリカウエスト航空側が乗っ取ることになった。合併後の社名は US エアウェイズの名前が引き継がれたものの本社はノースカロライナ州シャーロットからアメリカウエスト航空の本社があったアリゾナ州テンピに移転。 合併会社の CEO に前アメリカウエスト航空 CEO のダグパーカーが就任するなど旧アメリカウエスト航空側が主導権を握ることとなった2006年11月デルタ航空を吸収合併することを提案したがデルタ航空側には二度も拒否された2007年1月買収提案を撤回した2010年4月には ユナイテッド航空と合併交渉を行っていたことが報じられた。しかし、間もなくして、ユナイテッド航空とコンチネンタル航空の合併が決定したため、交渉は破断となった。2012年8月31日、アメリカン航空との合併の可能性が示唆された。翌年の2013年2月14日、アメリカン航空との合併計画が正式に、 発表され、世界最大規模の航空会社となった。合併後は、スターアライアンスを脱退し、ワンワールドに移籍。2013年12月9日、スターアライアンスを2014年3月30日に脱退し、翌31日から、ワンワールドに移籍することを正式発表した。2015年3月、ディベデンドマイルズがアメリカン航空のマイレージサービスに統合された。 4月にはアメリカン航空と US a i r w a y が単一会社として運航する認可を連邦航空局から取得し、同年10月17日には予約システムもアメリカン航空側へ統合されて US a i r w a y のブランド仕様が終了し、ウェブサイトも閉鎖された。現在日本への自社便としての運航はしていないもののアメリカン航空が日本へ飛来する飛行機にコードシェア便として 日本路線を開設している。2009年8月、デルタ航空と発着枠の交換により、成田国際空港へ1日1便の発着枠を取得した。2012年以降に、フェニックス成田間に、エアバス A330 から200型機で就航予定であったが、アメリカン航空との合併により、白紙状態となっている。就航への要望が多かった米国南部への路線に、 については、2015年に、全日空が、成田、ヒューストン線を開設したことで、日本から、メキシコ湾沿岸やカリブ海地域へのアクセスが、改善された。過去には、ボーイング737から200型、機、フォッカー100型機、DC-9 型、機、ボーイング727型機及び MD-80 型機を使用している。また、 エアバス設立後の通算7000機目の旅客機を2011年12月12日に引き渡している。PSA やピードモント航空と合併した際に US Airways が所有することとなった機体の一部は元の航空会社の塗装にアザートだけ描いて運用に入れることもあった。US Airways 及び前身の US Air では以下の事故が発生している。ありがとうございます。